号砲鳴って最終第9レース A 級初日直線競争スタートです。1番田中洋平が前を取って先頭員を追いかけます。2番の原田玲、4番の山本直樹、7番立部風磨、6番日崎勝人、内側3番の外田慎人、5番の野本翔太7番手、5番手以降ここは外田選手率いる四国3名がラインを完成させました。4番の山本直樹はラインの切れ目の4番手、前段ですが7番の立部風磨上がってまいりまして、田中洋平、原田玲と地元九州3名3対1対31周2センター過ぎて並びが整いました。同期対決となりました。まずは7番車佐賀の立部風磨であります。今季初めて A 級一般に上がってまいりましたが、今回は2ヶ月ぶりの復帰戦です。番手は1番の田中洋平です。今季は3場所すべて決勝に駒を進めています。2番の原田玲がラインを固めます。今季3年半ぶりの A 級戦、今回1ヶ月ぶりの復帰戦です。今年は優勝が6回あります。4番の大阪山本直樹は短期4番手、今シーズン優勝候補の一角であります。直後5番手から3番の外田慎人です。2場所前の小松島で決勝進出、番手は自力を持った6番の日崎であります。ラインの3番手、今季約10年ぶりの A 級戦、5番の野本、前走の奈良で決勝進出です。4番の車間を詰めていって3番の外田、残り20一気にかまし気味に前に出ます。3周1コーナー一気に前に出ました3番の外田。4番の山本直樹が切り替えて4番手、4番手キープの形、したがって3番外田、7番立部、両者の前後位置が入れ替わって7番立部風磨は5番手で鐘を聞いた。しかしダチョウ3コーナー反撃早い、すぐに攻めていきます。7番立部、同期3番外田、真っ向勝負、115機内側外田、外立部、強引に7番の外をもつれました。最終部落車があった。7番の立部が最終ホーム落車、競争6名です。3番外田の番手、1番の田中です。その後2番の原田が3番手、離れて6番の日崎が4番手、4番の山本の大きく離れて5番の野本が6番手です。3コーナー4番手から6番の日崎がまくり上げます。2番手が1番田中、外持ち出した直線コース、2番手から1番田中抜き出した、1番田中が抜き出していく、入射区は1番6番、あと2番4番の3番手争い、そして3番5番の野本が6番目で今ゴールに入っております。最終ホームの手前で7番の立部選手が落車、転倒のアクシデントがございました。2番手に収まる形から田中洋平が直線抜け出して1着入線です。アクシデントが発生いたしました。入着順ご覧いただいています。1番6番、その後1番6番、2番4番、3番5番の入着、1、6、2、4、3、5と6名入着。7番の立部選手、係の方が自転車を持ちまして、そして今立部選手担架が横に置かれた状況です。審判から放送がありますまでどうぞお待ちください。最終レースをお伝えしました。第3周回ホームストレッチ付近における落車について3番および7番選手を審議しましたが、3番選手の違反性のない外側への動きと7番選手の過失とは認められない走行によるもので、共に失格とはなりませんでした。